さあ、浅草に着きまして、ちょっと喋りながら、調べながら、話を進めていこうと思います。これか。洋装は似合うでしょうか。どうですかね。禰豆子、ちょっと眠そうだな。少し休ませた方がいいかな。都会ってめまいがする。確かに人酔いしますよね、都会は。炭治郎、山の中で家族と住んでますからね。いる、この先に。逃がさない、絶対に。ダメだ、これ以上は進めない。早く違う道を見つけないと。マジですか。いる、近くにいる。よし、ここはいけないんですね。こっちですか。落ち着け、落ち着け、落ち着け。ああ、鬼滅ポイントもらえない。こっちは行かれなくて、こっちだな。こっちか。匂いは続いている。大丈夫、逃がしはしない。横島な匂いが強くなってきた。横島の匂い。無惨様、横島な匂いがするんですね。急げ。邪魔です。皆さん、抜いてください。鬼が出ますよ、鬼が。鬼が出るんで、気をつけてください。いたー、結構タッパあるな。うおー、無惨様、かっこいい。鬼舞辻無惨。 お父さん、どれ？こいつ、人間のふりをして暮らす。私に何か用ですか？あら、どうしたの？人間だ。女の子と女の人は人間の匂いだ。知らないのか？お知り合い？いいや、困ったことに少しも知らなない期待してまのすですが、ね。ないでしょう。もうシャキってやった、シャキっまあ、て。そうなの？あなた、どうしました？そっか、これぐらいの鬼になりますからね。耳飾り。耳飾り。貴様ら、何をしている？酔っ払いか。ダメだ。いいから離れろ。やめてください。俺以外はこの人を抑えられない。
どけ。やめてくれ。ワクチ。お。四角無限の子。すげえ、結構リアルあるな。リアリティだなこれ。なんだこの文様は。どうなってる。周りがまた。何かの攻撃か。だとしたらまずい。これはあなたは、あなたは鬼となった者にも人という言葉を使ってくださるのですね。お前様、そしてならば私もあなたを手助けしましょう。なぜですか。あなたは、あなたの匂いは。そう、私は鬼ですが医者でも。あの音、あなた、ねずこ、ねずこ。おお、結構忠実に再現されてますね。すごい。不自然に匂いが途切れてる。どういうことだ。およお。遅いぞ。これって何が起こっているんですか。さっきも言っただろ、俺の目くらましの術だ。珠代様の診療所も俺の術で隠している。なるほど。さあ行く。なるほど、匂いを探知しながらすり抜けていく。そういうことですね。早く湯城さんを追わないと匂いが消えてしまう。でもなんで湯城さんは待ってくれないんだ。それにしても湯城さん、早い。わあ、途中で鬼が出るんだ。なるほど。敵が吐く毒や地面に落ちて溜まった毒に触れると毒状という体力が減り続けてしまう。なるほど。毒吐くな。強いと、ジャリーン。胸の中が無性にモヤモヤする。これは多分禰豆子が仕込めと言われたからだ。うん、もう言ってますね。もうもう。後ろさんは分かってない。いたいた。禰豆子は仕込めじゃないぞ。
集中しろ。匂いを見失うな。さあここを抜けてどこ行った。こっちに行って、はい、できた。また毒、毒っぽいですね。惜しい。あ、これつかない。かかと惜しい。続けろー。よしこー。オッケー。タイミング悪かった。冷静に対処するんだ。して後ろから決まった。でも C、禰豆子の顔を見てもらうためにも由四郎さんに追いつかないといけない。再現度合いがすごいっすね。さあ、あの二人と戦う前に今日は一旦終了しておきます。